んにちは、折り紙作家のダーちゃんです。今回はこちらアイスクリームのオーナメントを作りました。このチューリップのオーナメントがアイスクリームに見えるという数々の意見をもらったので、もういっそのことアイスクリームにしちゃいました。こちらね、オーナメントだけじゃなくて、こちら単体で折るとそのままアイスクリームの飾りにもなります。でもちろんね、こうやったらソフトクリームの飾りにもなりますので、ぜひ作ってみてください。では今回もよろしくお願いします。では 7.5 センチ、こちら色を下にして半分に折ります。では左上の角と右下の角、このライン上でこの1枚めくるように折るんですけど、この角と角を先にこのようにめくって折り目をつけてからここを折ってください。では開いて、こちらの折り筋が見えるこの角とこちらの角を合わせるように三角に半分に折ります。ではこちらの下の縁をこのバッテンのこの交わるところに合わせて折ります。はい、折りましたら今度は下の縁を先ほどの折り筋に合わせるんですけど、ここ右だけを少し折ります。ではこちらに回転させて、また下の縁をこのバッテンの中心に合わせて折ります。開いてこの下の縁を先ほどの折り筋に合わせるんですけど、今度は左を少し折ります。ではちょっと一旦裏返して、この四角の枠が見えるところのこの角をまたバッテンのこの中心に合わせるように折ります。ではもう一度裏返しまして、こちらね、また四角い枠になっている部分、こちらの角を先ほどここにつけた一番端の折り筋のこの中心がかすかに映ってると思うので、この辺りを目安に一回このように直角に折ります。で縁から1ミリか2ミリほどで折り返します。そうしましたらこちらとこちらの折り筋、ここを同時にちょっとこちら向けますね。で同時にこのように寄せながら折ります。そうしましたらここポケットをこのように開いて潰し折ります。はい、ではこの角、こちらの角を少し裏側へこのように折ります。こちらも同じように折ります。ではここの折り筋でこちら内側へこのように折り込みます。でちょっと倒しますね。でこちらもちょっと開けて、同じようにこの折り筋で裏側へ折り込んでから戻します。ではここをしっかり折ります。これでちょっと一旦こちらのパーツを置いときます。次5センチ、こちらをこの赤のボールペンでこのようにここの四角い部分と同じ向きでこのように線を引いていきます。ではこちらも線を入れて編み目状にします。だいたい6本ぐらい引けばいいと思います。ではこのままこちらここへ挟み込みます。はい、では裏返して、ここの縁とここの縁を真ん中の折り筋に合わせるように折ります。こちらね、折ります。
ではここの角を少しこのように裏側へ折り込みます。ではちょっとこちらね、右側を一回開きます。でここも一回開きます。そうしましたら、ここ折り筋が今ついたんですけど、ここの延長線上でこの斜めにこのように折ります。でここの折り筋を折ります。で一旦もう一回開きます。でここの角も裏側へ7ミリほど折ります。はい、パーツ出来上がりです。では同じものを8個作ります。ではのり付けしていきます。こちら側をのり白にしてのり付けします。でこちら黄土色と茶色にしてるので、黄土色茶色黄土色茶色っていう感じで交互に貼っていきます。でこのように合わせて貼ります。裏こういう感じになってます。では繰り返し貼っていきます。では最後にこのように貼って丸くします。ではちょっと裏返して、こちら側をめくって、ちょっとこの辺りを軽くのり付けして貼ります。残り同じようにつけていきます。であとはね、ちょっとずれたところは形をこのように、ね、整えます。はい、出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。